誕生日おめでとう、マルゼンスキー。日々清廉活気な馬娘としてタンや研磨する君を尊敬しているよ。どうかこれからも精進してほしい。ありがとう。ルドルフから祝ってもらえるなんてすっごく光栄だわ。だけど気をつけてね。そんな風に余裕見せてばっかりだといつかガブッといっちゃうんだから。君相手に余裕を感じたことなどないさ。いかに温厚特実に見えようとも怪物は怪物。皇帝と呼ばれる私がにこやかに食いちぎられるなどあってはならないことだからね。あら、怪物の表情なんて食べられるまで見えないかもしれないわよ。そうはならないさ。逃げる怪物を勇気堂々と倒し、皇帝としてその威厳を示そう。だからこそ君には倒しがいのある怪物であってほしい。だったら答えなくちゃね。これからもあっと驚くくらいブイブイ言わせちゃうんだから。期待しているよ、怪物くん。油断しないでね、皇帝様。